서구국제 유로 막걸리 그 고고대 야들이 또 아니 뭐 있고 아니 뭐 이거 60万円1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 60
얼굴 좀 시끄럽다. 아 시끄럽다 기대를 시끄럽다. 콩가 그 지금 거나 깔깔해. 콩가 있더라. 그런데 소화를. どうもゴーです。というわけでね、今回6個3つ後2回目にやってきました。前回来たのは9月やったんですけど、今回はね、秋の芸術散歩にふさわしい、11月の涼しい季節にやってきました。今、3時ぐらいなんですけどね、日が暮れるまで回ってみたいと思います。押すなよ、押すなよってやつか。植物園やけど、あれやもんな。ウォーリーズ六甲山荘ってやっぱ関西を代表する建築家と言われるだけあってほんまかしらんけど、知らね。あの人形おるで、はい、これは去年も来たね。ちょび博士ね。おお、かっこいい。光ってきてるのかな、なんだっけ、なんかヤンニョン先生やったっけ、ヤチムン先生やったっけ。綺麗ね。さすがにね、六甲の山の上なんで寒くなってくるからね、ちゃんと上着持ってきました。ほら、おっとっと、やっとこいつ探してて、これこれこれ、
回でのロッコミューツアウト。あ、わかった、つけろと。あー、そういうことか。うまいな。真っ暗になってきた。ここのやつがここ、さっき言ったガーデンテラスがライトアップされて、本日はここが最終かな。なんかあの提灯だけが歩いてるような。いやそれもう、心霊や。人玉やただの。聞いたら星の読書秋。はい、ロッコミーツアーと20192回目でした。今回はね、前回と違って夜のね、ミーツアーとお届けさせていただきました。前回とは違ってね、ちょっといい感じのムーディーな絵が撮れたと思いますのでね、ちょっとまた帰って編集してみたいと思います。それでは本日の動画は以上となります。この動画面白かったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もね、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴムビーゴーでした。グッバーン。よいしょ。